あれ、ミレイユメイさんそんなところで何してんの？皆さん、我々マイティチャンネルの今年一発目の企画覚えているでしょうか？確か、メントスコーラ鼻の穴にぶち込んでみたでしたっけ？なわけないでしょ。うちはそんな過激なチャンネルじゃないです。今夜、人類最強と化したミレイユメイさんが、冒険序盤で負けイベントと錯覚する強さを誇る魔王無道に再度挑みます。なんと、あれ、この企画は。そう、我々は今年一発目の企画で、ミレイユさん一人で何レベルで魔王無道を倒せるのかを検証。無道さんの自然回復に大苦戦するもレベル50で見事に撃破。しかし、企画達成後今度は、回復など一切なしで倒せるのか検証を公約。3月中には動画にすると宣言するも、すっかり忘れて現在6月に至るのでした。ダメじゃん、それダメな政治家のパターンですよ。実際収録は3月末に終わっていたのですが、スラリンさんの企画で動画にするタイミングをすっかり逃してました。無道とは、ドラクエ6に登場する序盤の大ボスで、世界征服を企む魔王。ラスボス、デスタムーアの部下の一人。ゲームボーイ版ドラクエモンスターズ、チェリーのワンダーランドでは、あらゆる魔物の頂点に君臨する大魔王、と表記されているが、実際はただの中間管理職。嘘、大げさ、紛らわしい。第1、第2形態があり、体感的な強さはドラクエシリーズでも1、2を争うほどの屈指の強敵。特に氷の息、稲妻の鬼畜コンボはこの時点ではありえない100近くのダメージを味方全体に叩き込む。中間管理職はストレス溜まるんでしょうね。その圧倒的な強さに負けイベントと錯覚して死んでいったプレイヤー多数確認。むしろ彼をラスボスと勘違いしていたプレイヤーすらいたほど。あ、それ私です。今回そんなドラクエ6をやった人なら誰もが知る無道士に、この無道戦前で極限まで鍛え抜いた、人類最強のミレイユ姉さんをぶつけて、どれだけ奴を血祭りに上げてくれるのか検証しよう。というのが今企画。あれ？ちょっと企画内容変わってない？回復なしで倒せるかどうかの検証も含んでいるので大丈夫。今年初めの我々はまだまだペイペイでした。これくらい基準が変わってもおかしくありません。我々は成長期みたいです。今企画のルールは以上の通り、まず炎の爪などの道具は一切禁止。前回はゲントの杖を使ったのですが、もう回復一切せずに倒せるか試すので、道具自体使いません。次に装備技というバグ技も禁止です。これは装備を戦闘中につけ直すことで、ルカミ系の効果を消す技ですが、バグ技なので使いません。使ったらハードルが一気に下がって面白くありません。果たしてミレイユ姉さんはどれほど圧倒的な力で序盤最強ボス、無道を血祭りに上げてくれるのか。いよいよ今回完結です。それでは前回の続きから。前回ミレイユ姉さん一人で無道さんを倒したのはレベル50。なので全員のレベルも50ちょっとくらいです。前回は地底魔城で命の木の実、素早さの種など取りながらレベル50まで上げていましたね。そうそう、種は命の木の実、素早さの種を使って能力はこんな感じになってました。さあ、早速地底魔城に行ってレベル上げしましょう。いや、まだです。え、お弁当と水筒ちゃんと持ってますよ。忘れ物したから引き止めたわけじゃありません。よく考えてみて、前回結構種使ってるでしょ？どうせならドーピングしてない素の状態で。どのくらいミレイユさんが通用するのか知りたくないですか？え、うん、でももう使っちゃってるし。きっと皆さんも素の状態でまず試してほしいと願っているはずですよ。まさか。素の状態にするためにもう一回最初からやり直しましょう。もう完全新しい企画じゃねえかよ。ここから我々の戦いは始まった。初対面の精霊からずうずうしくも世界を救えと頼まれ、本企画の主役ミレイユ姉さんをスカウト。才能のある坊主も引き入れついに無道場へ。そして地底魔城で同じようにレベル50まで目指す。ちなみにドラクエ6は3のように経験値分配システムではないので、4人みんなで戦闘してレベル上げをしています。現在大体43レベル前後。そしてレベル47。そして前回同様レベル50まで150時間ほどかけてたどり着いたのでした。そしてやっとここから本企画スタートです。前回は30、40、50と10レベル刻みで無道戦をしましたが、まあぶっちゃけ回復なしなんてそんな簡単にできるわけないので、今回はレベル75までとりあえず上げて1回目検証しましょう。了解、でレベル上げはどこですんのよ？とりあえず地底魔城で同じようにレベル上げしようかと。無道さんの城の方が経験値高いでしょ、なんでよ。まあいろいろ理由があって、後でわかりますよ。現在のレベルはこんな感じです。それでは向かいましょう。地底魔城に出てくる魔物は以上の通り。まあ正直全体的に経験値が少なすぎますね。よくここでレベル50まで来たもんだと。レベル上げ自体は物珍しくもないので、ダイジェストでいこうと思います。この地底魔城でレベル上げをする際、だいたい1時間あたりに稼げる経験値は、約22,280。後でまたご紹介しますが奥に行くほど多少敵が強くなるので、経験値もそれに応じて上がっていきます。今ご紹介したのは入り口付近でのお話です。世界いつの間にか奥に移動していますね。ここではちょっと経験値が上がって1時間あたり25,212ほど、出てくるモンスターが強くなるので上がります。そしてレベルは57へ。ちなみにミレイユ姉さんはレベル50を超えるあたりから必要経験値が約15万ほどでほぼ固定となります。
なのでここからレベルアップのペースが変わることがないのは嬉しいところ。だいたいレベル50からレベル60まで57時間ほどです。って、あれ？なんで月鏡の塔来てんのよ。ちょっと用事があんのよ。それより持ってきたお弁当食べましょうか。お腹ペコペコです。いや、もう全部食っちゃったんだけど。なに？いや、今レベル70だからもう出発して115時間くらい経ってんのよ。残ってるわけないでしょ。この時期腐りますよ。115時間、腹も減るわけだ。今度は一番経験値が多いかと思われる無道さんの自宅でレベル上げです。一番多いなら初めからここでよかったんじゃないの？まあそうなんだけど、で、ここで最初の目標であるレベル75に到達。レベル50から75まで約130時間ほどですかね。まずはこれで無道線行ってみましょう。前回同様この時点での最強防具はここライフコットにある精霊の鎧。能力は上記の通り、防御力は55と圧倒的な数字。この時点で他の防具の守備が20前後ということを考えると相当高いです。そして耐性も魅力的、無道さんが使う稲妻が余計のダメージなので軽減できます。で、無道さん宅のリビング前です。ちなみに先ほどからお金が半分になっているのは、レベル75になった後、この無道場から一度出るために全滅しているからです。今回装備はこんな感じ。毒牙のナイフで切り裂きピエロをまひらせるのも一つの手ですが、もうレベル75になってくると一撃で倒せるかもしれないので。今回は覇者の剣で様子見です。あとちゃんとお鍋の蓋取りましたよ。前回取り忘れちゃったからね、リベンジ成功です。ここで一度無道さんのステータスを復習です。能力は以上の通り。まずは第一形態、前回もご説明したのですがもう一度、HP は500、非常に厄介なのが自然回復で毎ターン20回復しているところ。でも20って少なくない？ゲマもキングレオも100回復してたのに。そう見えるけどあれは負けイベントだからね。今回は勝たないといけない戦闘での20回復。しかもこの序盤での20って結構大きいよ。そして厄介なのが皆さんご存知るかなん。これの恐ろしさは今まで散々見てきましたね。スラリンさん大苦戦しましたよね。スラリンさん元気かな。これで守備力下げられて両サイドのピエロの攻撃でやられるのがパターン。なのでルカナンかけられすぎる前に仕留めないとダメなんですよ。前回もこの自然回復とルカナンにやられてレベル50までかかっちゃったんです。それでは説明も終わったところで早速行きましょうか。で、無道戦前にヨウムン空気読まずに生き返ってくるので、まず彼には死んでもらわないといけません。霊夢さん、今回主人公の名前ヨウムンじゃないっすよ。1ターン目は2人とも防御してもらってミレイユ姉さん1人になるのを待ちましょう。灰になってしまいましたね。見事な丸焼きです。ここからミレイユ姉さん一人の挑戦が始まります。皆さん応援よろしくお願いします。さすがにレベル75だと切り裂きピエロの攻撃一切効きませんね。逆にミレイユ姉さんの攻撃は107効きました。レベル50の時は50くらいだったので約2倍に跳ね上がっています。開始早々ルカナンを食らってしまいましたね。それでも切り裂きピエロからの攻撃は効きません。でもちょっと効いちゃったね。そうですね。1ターンのダメージは自然回復20引いて大体80くらい。で、またルカナン来ましたよ。まずい。いや、関係ないです。攻撃あるのみですよ。いや、ちょっと無視できないくらいのダメージになってますよ。力使ったらどうすか。さすがにきつくなってきた。でももう倒せるはず。よし、なんとか無道は倒せましたね。で、あとはピエロー。ちょっと待って。は、何やってん。てかここで力使うのかよ。無道もういないっすよ。無道がいるうちはブレス系の攻撃来るから先倒したかったのよ。本来ならここで前回まで HP 回復させたいんだけど。意外と苦戦しましたね。そうですね。続いては第二形態。第二形態のステータスは以上の通り。第二形態では脅威だった自然回復がなくなりますが、HP は900、そして何より2回攻撃してくる可能性もあり。稲妻、氷の息とこの時点では1ターンで致命傷に簡単になってしまう攻撃多数。1ターンでやられることもあって非常に危険。まあレベル75ならそんな心配ないですが。さあ、今まさに最後の戦いが始まります。残り HP は338。この HP で果たして企画達成なるのか。通常攻撃は同じく100くらいは効くみたいですね。今まで見ていただけるとわかるように、攻撃で100効くので、60ダメージくらいの炎の爪はぶっちゃけこのレベルだといらないです。稲妻は本来もっと効くのですが、精霊の鎧のおかげで軽減できています。で、これ、無道の強制睡眠が非常に危ない。眠らされて起きれずに一方的に攻撃食らう展開も珍しくないのです。氷の息は耐性がないので50以上効いてしまうのが痛い。残り HP が100を切りました。これは本格的にヤバい。てかあと38、もう回復しないとダメですよ。もうやるしかないのか。下手したら次のターンでやられますからね。ああ、ついに回復してしまいましたね。企画自体はレベル75では失敗です。実はベホイミで回復は結構ターン数かかります。途中で眠らされたりするので意外と回復に時間がかかるんです。倒せましたね。ただレベル75ではまだまだ力が足りないということが判明。って思ったんですよ。装飾品ですが今まで早手のリング装備させてましたが、
ぶっちゃけ絶対先制攻撃取れるから金のブレスレットの方が良くないって。確かに意外と気づきませんでしたね。もうここからはレベル99まで無動産択でレベル上げしますよ。ここ無動択以上に経験値稼げるところってこの時点であるんですかね。どうだろう、我々の知る限りではここが一番ですが、もしあるのなら誰か教えてください。現在レベル80。そうそう、無動の城に出てくるモンスターは以上の通り、無動城での1時間あたり稼げる経験値は約52,152、他の場所の約2倍となっています。現在レベル88、無動城の唯一の弱点は全滅しないと出れないところ。だから今セーブしに戻るために全滅しています。非常に面倒です。その度にお金が半分になるのでもったいないし。セーブしたらすぐまた戻りますよ。ひぃで、休憩なしに戻ってきました。再開です。そしてレベル75での無動戦から約50時間後、ついにレベル90に到達。お金が面白いように増減しますよね。もう一息ですよ。頑張っていきましょう。あいあいさー。そろそろ来ますよ。ついに無動戦前の時点でレベル99にすることができました。攻撃力はレベル75時点の約 1.5 倍。これならあのカエルの守備力も簡単に貫けますよ。比較するとこれだけ上がりました。もちろんドーピングなしです。で、どうする？このまま無動に行く？いや、一回全滅して帰ってセーブしましょう。さすがに無動に一人で挑むときって実は変な現象起こるんですよ。こうやってミレイユ姉さん一人ごとを言い出すんです。どうしちゃったのよ、恐怖で頭おかしくなってんの？これ普通はハッサンとチャモロさんとの会話があるので、それを一人でやってるんじゃないかと。シュールですね。いよいよレベル99での決戦が始まります。先ほどと同じくまずはヨウムンには死んでもらわないといけません。レイムさん、だから今回はヨウムンじゃないって。まずはこちらは防御だけしてミレイユ姉さん一人にしますよ。にしても無動戦の時点でレベル99って当たり前のようにやってみたけど、よく考えたら裏ボスのダークドレアムでもまずやらないよね。ほんとですね、これはなかなか見れない映像ですよ。ここから攻撃に転じます。さて攻撃いくら効くのか。おーおお、この時点で140はすごいですよ。レベル75時点の 1.5 倍ですね。まあ力が 1.5 倍になっているので当たり前ではありますが、この分だと無動は HP500 なので4ターンで仕留められます。燃え盛る火炎のダメージは軽減できないので見過ごせない感じですが、ルカナンが来るよりかはずっとマシかと。一発くらいならなんともないですが、何度も来るくらいなら燃え盛る火炎の方がマシですね。ザコヤン、無動がこれほど弱いシーンをかつて見たことあるでしょうか。4ターンであっさりミレイユ姉さん一人に沈められました。あとは周りの手下を倒すだけです。やってくれましたね、圧勝です。このミレイユ姉さん一人で無動軍を壊滅できますよ。さて、ついに最終決戦、第二形態との対決です。先ほどレベル75では無動の猛攻に耐えることができず、 HP 半分削ったくらいで回復を余儀なくされたミレイユ姉さん。しかしあの頃より今は攻撃、HP でずっと高くなっています。果たしてミレイユ姉さんは現在 HP492 を削られる前に、無動さんの HP900 を削り切れるのか。無動さんの HP 残り472。きたあ、この強制睡眠がめっちゃ厄介。もうミレイユ姉さん熟睡しちゃってますよ。この決戦前ミレイユ姉さん緊張して眠れなかったって言ってたからね。今は寝かせてあげましょう。いや、このままじゃ永遠の眠りにつくわ。やっとミレイユ姉さん起きてくれましたよ。残り HP182、あと2発。てかここでまた強制睡眠、これ負けたんじゃね。もう我々のどちらかがあの中に行ってミレイユさんにキスするしかないですよ。それどこの白雪姫、てかこんな中入りたくねえ。よっしゃー、あと38。でもこっちもギリギリ。とどめじゃあ、嘘ぉ。ミレイユ姉さん何やってんの、ここで仕留められないとは。これ次倒せないと詰むかもよ。きたあ。最後は会心の一撃で倒してくれるとは、ミレイユ姉さんもとんだ役者でしたね。ほんとですよ、わざと負けそうな雰囲気を演出してみんなの緊張感を煽ってくれたんでしょ。さすがは我らのミレイユ姉さん、エンターテイナーですよね。ここに新たなドラクエトリビアが誕生しました。回復せずミレイユ姉さん一人で無動を倒せるのはレベル99くらい。もうすぐ夜明けですね。これからミレイユ姉さんと無動さん誘って鍋つつきに行きましょう。いや、まだです。鍋食べさせて。夜明けだからって寝ぼけてますよ。この動画のタイトルは人類最強のミレイユ爆誕です。今までのどこに人類最強のミレイユさんがいたんですか。え、あ、うん、このままではタイトル詐欺に等しいです。しかもまだミレイユ姉さんは服着ちゃってます。いや、そこは別にどうでもいいでしょ。いやいや、皆さん期待してくれているはずです。脱がしましょう。生まれたままの姿の人類最強姉さんの爆誕です。おまわりさんが来るのも時間の問題です。ここで皆さん、前半のレベル上げで、なんでここでレベル上げしてんの？と思った方もいるかと思います。私がそうでした。それと気づいた方いるかもしれませんが、戦闘ではある特定のモンスターしか飼っていませんでした。それは気づかなかったです。
我々ミレイユ姉さんをレベル50からレベル99にするまで300時間以上かけているんですが、実はその間無動線前までで種を落とすモンスターを狩り続けていました。なんだって。無動線前までに取れる種と落とすモンスターは以上の通り、当然食料を盗賊にして盗むなんてできないので、ドロップを狙うしかありません。ドラクエ6において種を落とす通常の敵は全員ドロップ率256分の1、なので生半可な覚悟ではできません。ちなみに無動線前で力の種だけは唯一落とすモンスターがいません。最速で出てくるのはモンストル周辺の大人気オークマン。しかし船を自由に使えないといけないので無動線後となります。まずレベル50までのやり直しの期間に取れた種の種類と個数は以上の通りでした。地底魔城でレベルを50にしながら、スカルガルー、フレイムマンから命の木の実、素早さの種を40、21個ゲット。ちなみにミレイユさんがレベル99で力以外をカンストさせるのに必要な個数は以上の通り、レベル50の時点で素早さの種はクリア、命の木の実もあと10個でした。そしてレベル52までで地底魔城の命の木の実は50個を獲得し終了。続く守りの種も、レベル52から61の間に、地底魔城奥でシャドウ狩りをして60個取得。そして不思議な木の実はレベル61から70の間、月鏡の塔で悪魔の鏡を破壊しまくり、40個を無事取得。最後賢さの種は無動産宅に出てくるバーニングブレスをレベル83になるまで倒しまくり、無事30個取得したのでした。つまりレベル99になるまでに必要な種は全て取得できるということです。まあ種持ってる敵だけ狙うのでレベル50以降300時間以上かかってしまいましたが、そうは言っても今回は効率を考えてレベル上げと種を同時にやらせてもらいました。これいつもみたいに別々にやったら多分600時間くらいかかったかと。さすがに今回ばかりは効率優先です。そして準備できた種がこちら。いらんものもたくさんドロップさせてしまいましたね。まあレベル上げも兼ねていたから仕方がありませんが、でこんな感じに。お見事です。そして取った種を無理やりミレイユ姉さんに食わせていきます。もう先にミレイユ姉さんにはすっぽんぽんになってもらいましょうか。神聖なる境界でストリップショー。いつものように各種の上がり幅最大値、命の木の実は6、不思議な木の実は5、守りの種も5、素早さの種は3、そして賢さの種も3が出るまでリセマラを繰り返します。そして、今最後の守りの種を使い切り。ついに人類最強のミレイユ姉さんの爆誕です。無動線前では力の種は取れないので306止まりですが、これこそ無動線前の序盤でできる最強のステータスです。力が上がらないのがもったいないですが、身の守り500によるダメージ軽減、そして素早さ500による回避率の上昇が期待できます。回避率の計算は以上の通り。素早さが上がれば上がるだけ回避率が上昇します。それではこの最強の全裸ミレイユ姉さんに無動を殴り倒してもらいましょう。ご覧のようにミレイユ姉さんには何も持たせないし着させません。安定のハラスメント、本当にありがとうございます。最後なのでもう呪文自体を一切禁止にしましょう。なのですからなんかももう使いません。それでは行きますよ。そして安定の独り言。最強、全裸で独り言を言っている女性が扉の向こうにいる無動さんは、さぞ恐怖に震えていることでしょう。想像してみてください、恐ろしすぎます。さてついに正真正銘最後の戦いが始まります。今年一発目の企画からちょうど半年。ミレイユ姉さんがこの半年での成長っぷりをお見せします。言うても収録したのは3月だけどね。まず主人公が死んでくれました。これから攻撃スタートです。生きたアンネ攻撃食らうからちょっと不利よね。素手のダメージは132、やはり少し下がってしまいますね。てかいきなりルカナン125下がっちゃいましたよ。大丈夫、これくらいじゃミレイユ姉さんの腹筋は貫けません。いや2回連続なんすけど、せっかく鍛えた身の守りが。大丈夫、回避率も上がっているし、まだ彼らの攻撃ではびくともしません。ひぃ、3回連続なんすけど、もうあと守備125しか残ってないんじゃない。いや、まだミレイユ姉さん避けまくって頑張ってくれてます。あと残り1発くらいですか。てかミレイユ姉さん避けすぎじゃね。きたー。4回連続とか完全に狙ってるでしょ、嫌がらせですよ。でも無動を殴り倒してくれました。敵の攻撃避けまくって殴り倒す、伝説のボクサーかおまけですよ。いやでもピエロのダメージがもうえげつないですよ。4回食らったからもう守備力ゼロですよね。あとピエロ1匹。よし、HP は残り834、ドーピング前よりかは多いので大丈夫。そして第2形態との最終決戦。こちらがやれることは殴るだけなのでシンプル。装備ありの状態と大きく違うのは、無動が使ってくる稲妻のダメージを軽減できないという部分。これ、精霊の鎧があれば25くらいで済みますが、無耐性だと40くらい効くのでそれが地味に嫌かと。あと第2形態では直接攻撃してくる機会がないので、鍛えた回避率がほとんど役に立ちません。てかさっきから間髪入れずに眠らされてんすけど、気になってたんだけど眠ってるのにどうやって目がくらむのか。てかもう半分くらい削られてますよ。当たらねえ。地味にこの眩しい光も厄介なんすよ。ちなみに通常プレイだと眠らされてもチャモロがキアリク覚えるので、これほど脅威になることはありません。
今無道とミレイユ姉さんの HP がトントンくらいになりました。こんな感じに一回しか攻撃してこないときはラッキーですよ。あと一発で倒せますね。企画達成の瞬間で、ってあれ、外しちゃってますよ。あ、やば、眠りに。すぐ起きてくれましたね。ここで眠らされてやり直しは嫌ですよ。雑魚でしたね。無道さん見事なやられっぷりです。全裸の女の子のすでにやられた今の感想を聞きに行きたいくらいですよ。多くのプレイヤーを苦しめてきた無道さん、しかしこの時点で最強まで育成すると、ミレイユ姉さん一人でも装備なし、素手で倒せるようになります。ここに新たなドラクエトリビアが生まれました。レベル99、ステータスほぼマックスのこの時点で最強まで鍛え込んだミレイユ姉さんは、装備、呪文一切なしで無道を素手で殴り倒すことが、可能。とりあえず警察来る前にミレイユ姉さんに服着てもらって、打ち上げのお店行きますよ。皆さん、もし全裸でカエルを殴り倒している女性を見かけても、そっとしておいてあげてください。